今回の道のく道しるべは、東北自動車道村田インターから、山形自動車道宮城川崎インター下車、車で5分の、宮城県柴田郡川崎町を、ご案内します。宮城県川崎町は、奥羽山脈のふもとに位置し、美しい自然に囲まれた町です。日本人で、最初にヨーロッパを訪れた戦国武将、長谷倉常長の出身地としても知られています。川崎町には、有名な観光スポットである、御釜があります。御釜は火山の火口であり、現在は湖になっています。湖水の周囲は、植物が生息せず、火山ガスの影響で強酸性になっているため、自然の厳しさを感じる場所です。晴れた日には、美しい景色が湖面に映り、遠くには、仙台平野や太平洋も望むことができます。また、川崎町は、江戸時代初期に、南アメリカ大陸やヨーロッパへ渡った武士、長谷倉常長の出身地でもあります。長谷倉常長は、伊達藩の中級武将であり、上立城で成長しました。上立城本丸の後には大銀杏があり、蛇塚物語という逸話が残っています。とある若武者に言い寄られ、困っていた奥方は、庭の銀杏の木の上にコウノトリが巣を作り卵を産んでいるから、その卵を壊さずに取ってきたら、あなたの願いを聞きましょう、と言いました。その銀杏の木は、高さ10メートルまで、枝が一本もなく、人間技では登れない大木だったのです。しかし、若武者は、ためらうことなく、大銀杏の根元へと歩いていきます。奥方は若武者に気づかれぬように、部屋の障子を細めに開けて、こっそり様子を伺っていました。若武者は、誰も見ていないことを確かめると、大銀杏の幹に手をかけます。すると、若武者の姿は、見るも、恐ろしい大蛇となり、体を幹に巻きつけながら、スルスルと木を登っていくではありませんか。梢にある巣に近づくと、大きな口を開けて卵を消え、スルスルと地上に降りていき、再び元の若武者の姿に戻ったのです。一部始終を見た奥方は、恐ろしい約束をしてしまったと悲しみました。川崎町には、国営道の区、森の湖畔公園もあります。東北唯一の国営公園で、蔵王山麓の裾野に位置し、水と緑に囲まれた公園です。公園内には、古民家を集めたふるさと村や里山地区などがあり、東北地方の風土や文化を楽しむことができます。川崎町には、青根温泉という閑静な温泉地もあります。青根温泉は戦国中期に発見され、500年以上の歴史を持つ名湯です。江戸時代には仙台藩主伊達家の御殿湯としても利用されています。青根温泉には源泉が7箇所あり、無色透明でぬめりや癖がない上品な湯が湧いています。そのため多くの湯客が訪れます。川崎そば。川崎町は、昼と夜の気温差が大きく、香り高い蕎麦ができ、蕎麦の本場として有名です。蕎麦の実を、冬場に皮につけておくことで、風味が増す、寒ざらし蕎麦も人気です。川崎町は、自然や歴史、文化を楽しむことができる、素晴らしい魅力を提供しています。次回は笹谷方面をご案内します。